ステファン・ルキアンは、ルーマニアの画家である、ボトシャニ県のステファネシティで生まれた。父親は、商校で1873年に家族とブカレストに移り、母親は軍の学校に進むことを望んだが、1885年に美術学校に進み、ルーマニアの近代絵画のパイオニアの一人、ニコライ・グリゴレスクに励まされて、画家の道に進んだ。 1889年に海外留学し、ミュンヘン美術院で2学期間、ヨハン・カスパー・ヘルテリヒに学び、ミュンヘンのカンステリアルと呼ばれる地域の美術館のコレッジョや、レンブラントラの巨匠の作品を模写した。一旦ルーマニアに戻り、芸術展に出展した。1891年から1893年の間はパリに滞在し、アカデミー・ジュリアンで、 ウィリアム・アドルフ・ブグローや、トニ・ロベール・フルーリーに学んだ。ドガや、マネラの印象派の人々や、独立芸術家協会の人々やモダニズム、ポスト印象派の美術にも触れることになった。ルーマニアに戻った後、画家として地位を確立し、1896年にニコライ・ベルモントを設立した。1900年のパリ万国博覧会のルーマニア館の、 ために2点の作品を描いたが、その年筋効果症を発症した。病院で治療し、生物画を描くようになり1903年にはアテネウの国際美術展に出展した。1909年にルーマニアの勲章モデイリア・ベネメレンチを受訓した。1910年代には病気のためほとんど制作できなくなった。ブカレストで没した。ルーマニアの映画監督。 ニコライ・マージニアニュによって1981年にルキアンの電気映画が作られた。ありがとうございます。